まだ宿にたどり着く前に歩いてるんだけど、いやこんな荷物をまだ。砂の道を中心街ですかね、このエリアのビーチの中心街にようやく来た。へこたれそうになりながら何回も今日でもこうへこたれそうになりながら、普段使わないエネルギーっていうか、普段こう眠っている日常で眠っているパワーっていうか、もうちょっとそのユースホステルこの先すぐそこだと思うのでちょっと探したいと思います。見つからないです。でもさっきのちょっとホステル、ちょっとホテルじゃないけど、なんかちっちゃなところで聞いたんですけど、探してくれたんで、もう見つかるはず。見つかりました。さあ、見つからないわ、こんな暗くなって。お店の裏のここです。この後はですね、超結構ですよ、探す。使わないよ。裏口やもん。行きましょう。探す。中はどんな感じかな。ようやく見つかったよ。中は意外とどうかな。でもやっぱ到着こんな感じですね。いや狭いね。しかもユースだから人もいるし、これはやばいっしょ普通は。まあちょっと200だけ節約のためにこういう場所を敷地で、あとの残りはもうちょっともう少し、違うところ、ユースホステルじゃない普通の場所にしました。最初はちょっとねこういう場所になっちゃってますけど、まあ、疲れたんで寝ていきたいと思います。シャワー見て本当になんかアパートみたいな感じですよね。昔よくこういうところで、まあそういうわけです。おやすみなさい。明日また。